小西行長は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、日ごうと上主、アウグスティヌスの洗礼名を持つ、キリシタン大名でもある。当初は、ウッキタ氏に仕え、後に、豊臣秀吉の家臣となる。文読、慶長の役では、女性、宗吉里氏らと共に、主要な働きをし、序盤の半数不占領の際には、 加藤清正と先人の功を争った。関ヶ原の戦いでは、西軍の将として奮戦したが、敗北して捕獲された。自殺を禁じられたキリシタンであったので、切腹を拒否して斬首された。永六元年、先週堺の商人、小西隆佐の次男として、京都で生まれた。はじめ備前福岡の豪商、安倍義貞の手代であった、玄六の養子となり、 商売のためにたびたび、うっきた直家のもとを訪れていたが、その際に、直家に才能を見出されて抜擢されて、武士となり、家臣として仕えた。小田氏の家臣、橋場秀吉が、三木城攻めを行っている際、直家から使者として、秀吉の下へ使わされた。この時、秀吉からその最地を気に入られ、進化となる。豊臣政権内では、船奉行に任命され、 水軍を率いた。天正13年には、摂津神に任せられ、また、豊臣政を名乗ることを許される。同年の奇襲征伐では、水軍を率いて参戦したが、最後はの抵抗を受けて敗退したと言われている。また一方で、大田城の水攻めでは、畑船や大砲も動員して攻撃し、会場のきっかけを作ったとも言われている。天正13年。 小豆島で一万国を与えられた。これに前後して、天正十二年には、高山右コンの後押しもあって、洗礼を受け切りしたんとなる。小豆島では、グレゴリオデセスペデスを招いて、キリスト教の布教を行い、島の田畑の開発を積極的に行った。また、天正十五年のバテレン追放令の際に改益となった右コンを島に革埋秀吉に還元している。 天正十四年十月頃より、摂津神を名乗り、没するまで、摂津神を名乗ることになるが、天正十五年三月から五月の時期のみ、ヒューが守を名乗っている。天正十五年の九州平定、天正十六年の日後国人一揆の討伐二功を挙げ、日後国の南半国と、ましき、八代の三軍二十万国余りを与えられた。天正十七年、 宇都古城の東の地に、新たな宇都城を築城し、本拠とした。小丘陵の城山の頂上に本丸、西に二の丸、堀と石垣三の丸を廃し、それぞれを堀と石垣で囲んだ金星城郭であった。鎌倉時代末期に、宇都氏によって築かれた宇都古城と共に見ると、鶴が翼を広げているように見えたことから、鶴の城の異名を持つ。 このうとじょう武神に従わなかった天草五人衆とは、戦になり、これを、加藤清正らと共に平定。天草一万国余りも、所領とした。秀吉は、後の朝鮮出兵を視野に入れて、水軍を統率する雪長を肥後に封じたという。この頃は草は、人口三万のに、三にあたる二万三千がキリシタンであり、六十人、余りの神父。 30の教会が存在したという。式師の所領である式には宣教師の要請によって、画家でもあるイタリア人修道士ジョバンニ・ニコラオが派遣され、ニコラオの指導家で製造学校が営まれ、油絵、水彩画、同伴画が教えられ、生画、製造の製作、パイプオルガンや時計などの製作が行われていた。学校は、後の文録3年。 有馬半島八両のセミナリオと合併し、規模を拡大したが、これらイエズス会の活動に雪長は、援助を与え保護した。雪長の宇都城は、水木として優れた機能を持っていたというが、秀吉の意を受け、相良市当地時代からこの地域の海外貿易の中心地であった八代にも、麦島城を築城して、水利を強化し、重心の小西雪主家を城代として配置した。 雪長は、従来の山頂にあった古六条を廃して、麦島城を熊川と八代海に面する河口の島に、建て、堀から外水を引き入れて、浮上としたので、直接、船で出入りできた。このほか熊正城、木、山城、矢部城、真名富士寺城を市城とし、熊正城に、弟の小西修伝介、愛藤寺城に、結城屋平次ら一族重臣を城代に任じている。 また高山魂の急進が多く、家臣に取り立てられた。しかし、残りの日後北半国を領した清正とは、次第に確執を深めることになった。文禄の役における、小西幸長の進路文禄元年からの文禄の役に、際しては、幸長と加藤清正の両名が年来先鋒となることを希望していたが、秀吉は幸長を先鋒として、清正は二番手とした。 出陣に際して、秀吉より、大国の馬を送られている。先端が開かれると、釜山の攻略を皮切りに、次々と朝鮮軍を破り、清正に先んじて、環状を占領し、さらに北進を続けへ平壌の攻略を果たす。この間、雪長はたびたび、朝鮮側に対して、交渉による解決を呼びかけているが、いずれも朝鮮側が拒絶、または黙殺している。 その後、平安奪還を図った、訴訟君率いる民軍の攻撃を撃退した。この平安の戦いでは弟、小西義次郎と、いとこ、小西アントニーを、一門の日比谷アゴストの他に、著名なものの戦死者はなかった。その後、この民軍に対して、講和を呼びかけ、50日間の休戦と講和交渉の同意を取り付けた。次に、朝鮮軍が平安を攻撃したが、 これも撃退する。雪長は、急戦期日を過ぎても、講和交渉の民側の返答を、待ち続けていたが、この間、民では、李助将率いる四万余の朝鮮派遣軍を編成し、平壌に向かって進行していた。文禄2年1月に民軍による平壌攻撃が行われると、こうしきれず、半数まで退却する。同年5月に、島津正達が化病を使って、 出陣を拒否し解役された際には身柄を預かるなど国内でも活動した。半寸周辺の日本軍は進撃してきた民軍を壁定間の戦いで破った。その後、戦意を喪失した民軍と兵糧不足に悩む日本軍との間に講和交渉が開始される。雪長は石田光成ともに民との講和交渉に携わり、民側の講和担当者、 陳意形らと共謀し、秀吉には民が降伏すると偽り、民には秀吉が降伏すると偽って、講和を結ぼうとしたと言われる。この時、雪長家臣の内藤助安が、日本側の使者として、民のと北京に向かった。この結果、民の使者が秀吉を日本国王に封じる旨を記した書と金印を、携えて来日することになった。作法の内容は、 アルタンハーンのものを先例とし、純化王の王号と記念を授与するものであった。これは、民の進化になることを意味するもので、秀吉が求めていた、講和条件は何ら含まれないものだった。これを秀吉に報告する段階で行長は、書を読み上げる、西原正直氏に内容をごまかすよう依頼したが、正直氏は、書の内容を正しく、秀吉に伝えた。このため講和は破綻し、 交渉の主導者だった雪長は、秀吉の強い怒りを返しを命じられるが、将、直しや前田利家、ヨド伝らの取りなしにより、一命を救われる。慶長二年からの慶長の役でも再び出兵を命じられ、特に講和交渉における不忠義の埋め合わせのため、武功を立てて、罪を償うよう厳命されて、朝鮮へ進行する。う川領海戦で、朝鮮水軍を殲滅し、 南原の攻略戦に参加後、全州を占領し、全羅道方面を制圧した後、順天山和城に在番。翌慶長3年9月末から10月初めにかけて行われた順天山和城の戦いでは、戦いに先立って、目へ進む、龍から、講和が持ちかけられ、雪長はこれに応じて、交渉に臨もうと城を出たが、これは雪長を捕獲しようとする、民側の暴力であった。 この暴力は、民側の不手際のため寸前のところで窮地を脱し、窮地に駆け込んで牢上することができた。続いて、命、朝鮮軍による水陸からの攻撃が開始されたが、これを撃退する。その後、秀吉死去による帰国方針が伝えられ、民軍と交渉して円滑な帰国を認める胸の同意を取り付けた。しかし、朝鮮水軍の立春心の反対で、 海上封鎖による帰国妨害が続けられたが、立花宗重、島津義弘等の救援により無事帰国することができた。なお、文禄の役の際の新軍、戦闘の模様は、従軍像、天根慶の生成日記に詳しく記されている。関ヶ原の戦いの小西幸長神話と啓長3年8月に、秀吉が死去すると、幸長は12月に帰国する。その後は、 寺沢広隆と共に、徳川家康の取り次役を務めるなど、むしろ、家康との距離を近づけているが、慶長5年の家康による合図征抜に際しては上方への残留を命じられた。その後に起こった関ヶ原の戦いでは、石田三成に高を支軍の将として参戦する。9月15日の関ヶ原本戦では、東軍の田中をしまさ。 筒井貞次らの部隊と交戦して奮戦する。しかし小早川秀明らの裏切りで、大谷義嗣隊が壊滅すると、続いて、小西隊、宇喜と隊も崩れ、雪長は伊吹山中に逃れた。9月19日、関ヶ原の将や、林蔵巣にかくまわれた。雪長は自らを捕獲して、褒美をもらうように、林蔵巣に進めたが、林はこれを受けず。 竹中修家戸家臣の伊藤源左衛門、山田木の進む両名に事情を話し、ともも行長を護衛して、草津の村越直吉の陣に連れて行った。10月1日に、市中引き回しの後、六条河原において、石田三成、安国寺恵家と共に斬首された。その際、雪長はキリシタンであったので、浄土門の僧侶によって頭上に経紋を置かれることを拒絶し、 ポルトガル王妃から送られたキリストとマリアの遺恨を掲げてサンドズ上にいただいた後に首を打たれたと伝えられる。処刑後、首は徳川方によって山上大橋にさらされた。死に臨んで国会の秘跡を同じキリシタンであった黒田長政に依頼したが、家康の命もあって断られ、処刑当日も司祭が秘跡を行おうとしたが、接近を許されなかった。 イエズス会側の資料によると、雪長の遺体は教会に引き取られた後で、改めて秘跡を受けて、カトリック式で葬られたというが、どこに埋葬されたのかは分かっていない。教皇クレメンス8世は、雪長の死を惜しんだと言われる。雪長が亡くなってから7年後の1607年、イタリアのジェノバでは雪長を主人公とする音楽劇が作られている。豊臣雪長印象。雪長が、 朝鮮で作らせたきばしょう。このほか、天草四郎が雪長の次男の子という説もあるが、詳細は不明である。ありがとうございます。